皆さんこんばんは。今日からですね、今日6月17日夕刻バージョンですの録画してますけれども、今日から朝のバージョンはなくなりました。これ1日1本になりましたので、よろしくお願いします。今日はですね、6月6日の、イギリス在住のパキスタン人とかバングラデシュ人はコロナでひどい目に遭った。で、狭い家と自営業が原因だという非常に短い記事なんですけど、なぜこれ取り上げたのかというとですね、パキスタンとバングラデシュというのはもともとインドだったんですね。で、ガンジーがインド独立させた時にはインドだったんですね。で、イギリスっていうのは長年インドを支配していたんで、そういうことで人口の3%がパキスタンとかバングラデシュからの人がイギリスに住んでるんですね。もちろんインド人もたくさんいますけど、そういうことで今日はあえてパキスタンとバングラデシュを取り上げました。で、この内容はまあ大した内容じゃないんですけど、入る前にですね、ちょっとパキスタンとこうバングラデシュについて今の情勢をですね、簡単に説明したいと思います。で、これイギリスの今のそのコロナ後の、パキスタンとバングラデシュが大変だっていう話ですけども、彼らはイギリス人なんですね。で、イギリスはですね、これちょっと6月15日の情報ですけど、パンデミックのね、感染者が800万人、それから死亡者が43万6千人ということで、イギリスはですね、どういうことかっていうと、約30万人の感染者で、死亡者が4万2千人という、かなり、ブラジルに次ぐ数の死亡者出してるんですね。で、彼はイギリスはですね、6月1日にですね、封鎖を解いてるんですね。で、その時の状況は今日の記事です。それからちなみにですね、バングラデシュとパキスタンを簡単にコロナの状況を説明しますと、パキスタンはですね、14万4千人感染してて2700人の死亡者、すごく少ないですね。人口がですね、パキスタンはこれは2億2千万人、2億2千万人ですね。イギリスより、4倍ぐらい多いんですけど、死亡者は3000人満たないんですね。それからですね、パキスタンから独立したバングラデシュですね、かつて東パキスタンと言われたバングラデシュですけど、ここもですね、人数が多くて、感染者8万7000ですね。で、死亡者は1000人ですごく少ないんです。この国は人口が1億6500万人いるんですね。結構大きな人口ですけど、死亡者は先ほどのパキスタン同様ですね、少ないんですね。それでですね、バングラデシュ、この今お見せしてるのはいろんなことが書いてあるんですけど、バングラデシュと商売している会社の、IT 企業のサイトですけど、このサマリーだけちょっと見ますとですね、バングラデシュはインドの東、中国の南、タイ、ミャンマーの西というですね、どちらかっていうと、日本からまだ脚光を浴びてない。ただ僕は2年前にですね、バングラデシュの政府に招待されて、IT のアウトソーシングの講演やらせていただいたんですけども、ダッカに行きましたね。まだまだ政情が安定している国じゃなくてですね、彼らは IT にものすごく力を入れてます。そういう意味では、この下の方には、この記事の下の方には IT 人材のことが書いてありますけど、さっき話しましたように、バングラデシュの人口は結構多いんですね。ここで、1億6000万いるんですね。ですけどですね、国土は狭くてですね、日本の4割しかないんですね。で、1億6千万人ですが、ここで世界第7位の人口を用意してまして、人口密度は世界一です。で、2位が台湾の2位の1.7倍ですね。日本の3.3倍の水準で、ものすごく人が混雑している、そういう国です。で、あとですね、バングラデシュ、これ皆さん知らないと思うんですけど、ここに書いてありますのはですね、15世紀末、ムガール帝国の衰退にそのイギリスがですね、
1765年に東インド会社を設立して、まあ、ここ の, あの、まあ、インドっていうかインド、バングラデシュ、パキスタン合わせたですね、全域にですねイギリスが支配したんですね。これが最初です。で、まあ、独立は1947年に起こったんですけども、それは有名なあれですね。ですからその時はだからガンジーが独立指導したわけですけども、でもう一つはバングラデシュですね。これは東パキスタンだったんですね。で西パキスタンがパキスタンですけれども、西パキスタンから離れて独立したわけですね。これはですね、1971年ですね。この抗戦勢力としてパキスタンと東パキスタンと書いてありますけど、東パキスタンは、まあ、インドとパキスタンってイスラムと、まあ、インドと宗教が違うんで、でパキスタンはアメリカと中国が支援して、東パキスタンはソビエトが支援してたんですね。で東パキスタンにはもちろんインドがスポンサーで、戦争したわけですね。ですから、実際にはそのパキスタンがその1970年にその独立したんですね。でまあそれは何度かそのパキスタンとインドの その戦争があったんですけど、インドがまあ東パキスタン独立を支援したんですね。そういう経緯があります。まあ、300万人も亡くなったんですね。であとですね、これはパキスタンですけど、今度はパキスタンなんですけども、パキスタンはですね、これはですね結構歴史がありましてね、これは池上さんのサイトですかね。そうですね、これパキスタンですね。それでパキスタンというのはですね、あんまり知られてないんですけども、世界最古の古代文明の一つが、まあ、インダス文明ですけども、そこが実はパキスタンですね。仏教文明のガンダーラ、この北のガンダーラ、これですね、仏教文明 の, 著名なガンダーラですね。それからアレキサンダー大王が目指したインドの地というのはパキスタンですね。であともう一つ、これ歴史で有名なのは遺跡ですね。ハラッパとかモヘンジョダロというのはパキスタンですね。これ有名なその遺跡です。でただパキスタン自身はあんまりこういったそのガンダーラとかハラッパとかモヘンジョダロの話聞きませんけど、ともかく世界最古の文明の発祥したところなんですね。そういうふうなことで、まあ、パキスタンは、まあ、南アジアの最古の文明ですね。有名なところです。であんまりね観光開発もされてないっていうんですね。何か僕よく分かりませんけど、やっぱりまあ、それなりに開発すればいいなと思うんですけど、ただ、まあ、こういうふうな。でこのパキスタンはですね、もう一つで有名なのはですね、中国とパキスタンがですね、これ地図は出してませんけど、これはグアダル湾ですね。グアダル湾で中国がですね、ずっと通ってですね、このアラビア海に出てくるルートをですね、パキスタン政府と協力して投資してきた。で、実際には690億ドルということで、その投資をしてきたんですね。まあ、投資したわけじゃないですけど、投資を決定したんですね。ところがですね、このコロナの影響も含めてですね、工事がまあ進んでない。でこの中国パキスタンの経済回廊っていうんですけど、 CPEC っていうんですけども、結構遅れてるんですね。そもそもですね、中国経済そのものが減速していますし、で今回のコロナでですね、ちょっと投資が滞ってですね、これグアダル湾、グアダル湾ですね、光景です。で完成の3分の1もできてないんですけども、620億ドル、
6兆6400億円ということで、新疆ウイグル地区からパキスタンを縦断してグアダルバに行く、まあ、中国してみたらば海に出たいということで、まあ、そういう意味での、まあ、壮大なプロジェクトで、今まで実際には190億ドルを使ったんですね。で、まあ、そういう意味では今後どういうふうに展開していくのかというのはちょっとまだ見えない。でここはだからまあ、実際には先がどうなるかってちょっと見えないですね。そういうことですね。でこれはちょっと結構有名な今仕掛かりの一帯一路のですねプロジェクトになってます。ただここに書いてある現在22年ですから、まあ、22年終わるのかどうかって多分終わらないと思うんですね、まあ、そういうことですね。でまあ、これは前置きですけど、これだからパキスタンとバングラデシュってもともと戦争してた、もともとインドからパキスタンが独立して、でパキスタンから東パキスタンとしてのバングラデシュがパキスタンから独立したと、そういう経緯があります。ですからもちろんパキスタンとバングラデシュというのは仲は良くないですね。で、まあ、バングラデシュというのは日本、これから日本がベトナムの次にね、1億6000万人いるんで、政府が IT にすごく力を入れてますから、岡崎さんというね、私の前のアクセンチュア仲間だと思う、彼はバングラデシュで頑張ってやって、IT ビジネスをやってるんで、これからですね、バングラデシュは脚光を浴びていくと思いますね。ベトナムの次ですね、そういう状況にあると思います。ですから、ベトナムが今3000ドル強ですかね、相当、多分バングラデシュは1人当たり GDP がその半分ぐらいじゃないですかね、そんなふうに思っています。で人口密度非常に高いので、ただバングラデシュ人はインド人と違ってもっとインド人よりおとなしいですから、まあ、仕事しやすいと言った方がいいのかもしれませんね、そういうことです。であと中身入っていきますけど、ここ中身そのままですね、そんなに深い内容じゃなくて、これルトンというのはロンドンの四角郊外ですね。これルートン、これありますね、ロンドンの郊外、地下鉄の駅で、ね、タクシーが待ってるって話でこうルートンって言ってるんですけど、ルートンの地下鉄の駅の前にタクシーが止まってる、運転手は中年のパキスタン人だ、何時間待っている、客が来ない。これですから、記事が6月の6日ですから、6月1日にですね、封鎖をイギリス解いてるんですね。ですけど、で先週はタバコ代しかならなかった。パキスタン人とバングラデシュ人にはこのコロナの被害は大きかった。彼らは人口の 3% でイスラム教徒の半分以上、イギリスのですね。で、まあ、初めはなんでこうやってイギリスのことでパキスタンとバングラデシュ人を取り上げたのかってよく分かんなかったんですけども、もともと彼らはインド人だったんですね。ですからイギリス領だったんで、まあそういうことで、まあ、イギリスに何ていうか帰化してるんですね。でバングラデシュ人は他の人たちよりもコロナでの死亡率が2倍、パキスタ人は 1.4 倍だということは、どういうことですか。パキスタ人の方が多少豊かなんですかね。彼らは住むスペースが狭い、バングラデシュの 30%、 パキスタ人の 16% が狭い家に住んでいて、イギリスの平均では 3% だ。3世代バングラデシュとパキスタ人は3世代一緒に住んでる。だからこの数字から見るとパキスタン人の方が豊かみたいですね。彼らは病気をかわしても、要するにコロナをかわしても経済で打撃を受けている。彼らは支払いの良い IT ビジネスに従事している人はいない。これはね、バングラデシュは今違うんですね。IT 事業にもバングラデシュはすごく投資しているんで、多分ですね、イギリスにもバングラデシュ IT やってるバングラデシュ人いると思うんですけど、この書いた記者の方は今の現状のバングラデシュの国策のことあんまり詳しくないでしょうね。結構いると思います。で公務員で働いている人も数多くいない。彼ら 25% 行政教育と衛生で働いていて、白人が 30% 黒人が 44% で、まあ、バングラデシュとかパキスタン 25% っていうんですね。でパキスタン人はタクシーの運転手をやってて、バングラデシュ人はレストランで働いている
ケースが多いと。で、その祖母とも今仕事がないってことですね。で、多くの女性は仕事をしていない。だが、今年の初めの3ヶ月ではバングラデシュ人の女性の 43%、パキスタン人の女性の 44% が働いているのだが、他の人たち、要するに彼ら以外の人たちは何十パーセント以上の女性が働いていると。バングラデシュ人の3分の1は今操業停止の産業で働いていて、白人は 1% だ。今操業停止っていうと、やっぱりレストランとかそういうことですね。その多くは国や身内の援助に頼っている。イスラムの組織に頼っている人もいる。互助会みたいな組織ですね。この組織には過去2ヶ月で4倍の援助の依頼が来たようだ。彼らも資金の目当てをつけなければならない状況だ。まあ、この記事そのまま短いんですけど、ただ今お話ししましたように、バングラデシュとイギリスの関係とかね、パキスタンとイギリスの関係っていうのは深い関係があってですね、やっぱりかつての大英帝国っていうのは、今回の香港もそうですけども、かつての植民地を非常にこう、なんていうかな、守ろうっていうか、提携しようとするっていう、あれが強いみたいですね。だから、僕はインド人、例えばロンドンのインド料理っていう意識がなかったんですけど、実はやっぱりここではパキスタンとかバングラデシュっていうのもやっぱりかつてイギリスはコモンウェルスですね、イギリス連邦の一員なんで、さっきもお話ししましたようにですね、バングラデシュが1億6000万、それからパキスタンの人口が2億2000万あるんですね。ですからかなりそういう意味ではですね、インドは、ね、人口が14億ですから大きいんですけれども、パキスタン、バングラデシュもイギリスが面倒見てるってことなんで、まあ、こういうふうに記事に取り上げて彼らの状況っていうのはやっぱりこう情報をシェアしてるんでしょうね。で、まあ黒人っていうかインド人とかパキスタン人とかバングラデシュ人とか実際にはイギリスはアメリカみたいな黒人差別はしてないんですね。例えば黒人と白人との給与格差って言うと10% しかないんですね。アメリカはですね、黒人は白人の黒人の方が 40% 少ないですかね。平均黒人所得が4万ドルで白人が7万ドルですから 40% 少ない。だから差別があって、今回の黒人暴動なんかそういうふうなことが原因でね、クライムっていうか捕まる犯罪率もですね、黒人の方が5倍6倍高いんですね。それから健康保険も黒人は 12% 入ってない人もいるんですね、アメリカの場合は。イギリスはね、そういうことはなくてですね、人種差別はないですね。ですけどここに書いてありますように狭い家に住んでるってことは所得がやっぱり低いのは事実ですね。ただここで言うのはちょっと僕は書いてあることに IT ビジネスがやってないっていうことそんなことなくてですね、今バングラデシュはものすごく IT 国を挙げてね、2年前に私が講演した時もそうですけど、国を挙げてIT ビジネス、アウトソーシングビジネスをね、力を入れてやろうとしています。で、私のその、友人もね、バングラデシュで会社を起こして、まあ、日本語教育と IT 教育を両方合わせてですね、そういうことをやってます。ですから、まあ、改めて、イギリスにおけるバングラデシュ人、パキスタン人、どういう関係なのかということをですね、まあ、この資料を通じて、説明させていただきました。今日はこれぐらいで終わります。また私のこの録画ですね、右下の赤いボタンか、もしくは私自身の写真が丸い形に出ています。それをクリックしますとですね、登録ボタンになりますので一つよろしくお願いします。あと運動塾も英語でやってますのでよろしくお願いします。じゃあ今日はこれで終わります。